皆さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。どうでした？すごい楽しませてもらいました。ほんまかいな。輪になってみんなでなんかワイワイしてて、なんかすごいおしゃれだなって。そうやろ。はい、それめっちゃ思いました。セットやばかったよね。本当にね、すごい楽しい CM でした。ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。ちょっと自分から聞くのはなんだけど、奥にメイクしてもらってどうでした？皆さん川北さんのこと前からいろいろ知ってたので、そんな方にすごいメイク自分をしてもらってすごい嬉しかった。あげる。正解。僕がめちゃめちゃ鼻歌歌っちゃってたじゃないですか。歌ってた、ずっと。多分気分良すぎて歌っちゃってたんですけど、で聞いたら何の歌ってもうご自身たちの歌ですかって聞いたら違うって。なんでやねん。そうだね。なんでやねん。メイク中一生喋って。そう確かに。ちょっと待って、あとね、スキンケア。これ皆さん結構僕肌綺麗だなと思ってたんですけど、スキンケアってどうやってたりした？スキンケアは結構みんな気使ってるかもしれない。僕もともと本当に何もやってなくて、こうやって INI になって、こうやってメンバーがそのスキンケアとかすごい気にしてるのとかを見ながらすごい刺激受けて、自分もやらなきゃと思ってからすごいやるようになりました。そういう情報交換はしますね。さあ、あとね、ライブに来るファン見ににどんなメイクをしてほしいですか？耳見えてる？耳の子たち見えてますね。歌ってる時とか。そうだね。最近はでもマスクがあったからね。でもなんかすごい、なんかミーの皆さんすごい毎回こう用意してメイクすごい頑張ってくれて、すごいありがたいんですけど、全然そのありのまま姿でも全然僕好きなんで、そのままでも素敵なんで。そのままでいいと。はい、そのままでいいです。川北さんのメイクめちゃめちゃナチュラルで、そのままの感じめっちゃしました。本当にだけど綺麗で、そうそうそう。それも感じてくれた？すごい感じてました。あ、よかった。え、いつもとどう？メイク違った？ちょうど僕とかもなんかオフとかたまにやっぱメイクとかしたくなるんですけど、その塩梅がなかなか分かんなくて、確かに今日のメイクを見て写真いっぱい撮って今後参考にしようかな。あ、嬉しい。あげる。え、ありがとうございます。嬉しい。今日の CM 撮影結構なんだろう、今まで僕たちがやったことないようななんかコンセプトというか雰囲気で、結構楽しくね撮影できました。めっちゃ世界観が楽しかったです。すごい楽しかったですね。好きなんですよね、このナチュラルなメイク。来た、そういうのちょうだい。もなんか漏れてる気がする、いつもより。なんかなんだろう、いつもよりナチュラルで、ちょっとなんかなんていうか、髪もオイリーというか、ちょっとウェッティな。そうそう、ウェッティな感じ。俺すごいなんか自分に合ってる気がして。よかった。ありがとうございます。ないの？私今からそれこそこちらの商品、AndBの商品使わせていただいたんですけど、結構自分乾燥が気になってメイクがすぐ乾燥しちゃったりとかもしたんですけど、今回あんまりしてなくてずっとこう保たれながらっていう、美容液とこの化粧水の美容液最初に塗らせていただいたんですけど、これが結構効いてるのかなっていうね。めっちゃ思った。思った？はい。ほんま？今日本当に保湿で保たれてるっていう感じがしますね。な？僕も乾燥だからです。なんですけど全然乾燥してないです今日。ちょっとだけカメラに向かってするようか。みんな4人とも一気にカメラ見て。みんなで。せーのでいこう。せーの。全然乾燥しなかったです。バラバラやないかい。すごい。いやいやいや、でも本当に保湿力すごいですね。びっくりしました。すごい良かったですね。マットの肌の時にさ、やっぱパリパリしてくるもんね。しますね。ではそこはね、本当スキンケアちゃんとやってもらえればマットの肌作っても一日キープできますっていうのがコンセプトにあるので、ぜひちょっと毎日やってみてよろしいです。はい、いや本当に楽しかったですね、撮影も。メイクしていただいたじゃないですか。いや本当になんて言うんだろう、短い時間でもうなんていうの、完璧というかすごいメイクをしてくださって、驚いたのがなんか眉毛、左右非対称だったんですよね。で左のなんか筋肉のなんかでちょっと左右非対称で、それをなんかささっと均等にしてくださって、すげえ、それだけでなんか全然見え方も違う。分かってくれてた。いやなんか言ってたもんね俺。僕もなんかいつもとまた違う感じのメイク、すごい新鮮な気持ちで、で今日の撮影とか特に一箇所のちょっとロックな曲に合わせてちょっと10に乗りながらみたいなでそういうのもめっちゃ個人的にすごい好きな撮影、うん、こういうスタジオもめっちゃ好きだし、うん、衣装も今日全部何から何まで今日すごい楽しかったので、ああよかった。踊ってる時もめちゃくちゃ楽しく、いやかっこよかったもんね。なんかすごいメイクとか髪も相まってすごい、うん、モチベーションもすごい自分の気持ちも高まってすごい楽しくできました。やっぱりメイク違うとやっぱ気分も変わるもん。いや変わりますね本当に。なんか髪型とかもそうですし、うん、メイクもなんかちょっとでもこうなんか自分の見た目にちょっとでもなんかその日なんかコンディション悪かったりしちゃうと、うん、なんかちょっとテンション下がっちゃったりもしちゃうんですけど、でもそれ逆にめっちゃ全部良かったらめっちゃテンション上がってそれだけでも頑張れる力になるので。いや嬉しいなあ。ありがとうございました。ヘアメイクとしてはもう本当嬉しいです。ありがとうございます。どうでした？はい、今日の撮影めちゃくちゃ楽しくて、まず1番目にメイクさせてもらったんですよ。そうなんですよ、今日朝一番でやらせてもらったんですけど、まずメイクのやつで一番僕感動したのが、自分の弱点なんですけど朝どうしても顔がむくみやすくて、でなんかそれで結構朝鏡見た時にちょっと悲しい気持ちになるんですけど、今日来た時に「ちょっとむくんでて申し訳ないです」みたいな言ったら「なんかそのあ全然大丈夫よ」って言ってくださって川北さんがで、これで顎下とここにこうピューって繊維のやつ入れてくれてこうボンボンボンってしたらもう一瞬であれすごかったですよね。すごいなっていつもと違った感じのなんかメイクとかで結構今日落ち着いた雰囲気だったに気づきました。一日中気づけないやんか。気づけないやんかそれ。なんか気分もなんか今日はちょっとなんか大人な感じで行きたいなって思うくらい、なんかそのちょっとなんかいつもと違う服装とか着装とかも相まってなんかちょっとダンディーな感じじゃないですけど、そういう風になんかさせていただいて、でなんか撮影の方もなんか今日結構格好つける感じのシーンとかこういうのが結構多くていつもと。違う感じで、楽しませていただいてめちゃくちゃ最高でした。よかった、嬉しいわ。AndBの皆さん、改めていつも応援ありがとうございます。今回の CM の&Bさんの化粧品、多分ご存知だとは思うんですけれども、肌の触りもすごい良くて本当におすすめなので、ぜひたくさん使ってみてください。そして CM もたくさん見ていただけると嬉しいです。ありがとうございます。INIの田島翔吾です。はい、今日は川北さんも一緒にCM 撮影したんですけれども、とてもおしゃれでかっこいい仕上がりになっているので、皆さんぜひ見てほしいのと、ぜひ商品も試してほしいです。本当に良かったので僕もいっぱい使わせていただきます。今日はありがとうございました。はい、後藤健です。今日は本当に撮影めちゃくちゃ楽しかったです。ありがとうございます。そうですね、僕が川北さんにメイクしていただいて長持ちするのに僕はすごく今なんていうの気持ちいいです。なんならメイクしていて、はい、ありがたいです。一緒にこれからも、僕たちのこともですし&Bのことも一緒に盛り上げていってくれたら嬉しいです。これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。みーよみやさん、いつも応援ありがとうございます。今回&Bさんの CM を出演させていただき、メイクしていただいてすごい素晴らしい体験になって、で僕さっきみのみやさんのありのままの姿が好きって言ったんですけど、本当に&Bさんのメイクを使ってすごいナチュラルだけど輝けるっていうか、ぜひ皆さんも使ってみてほしいなってすごい思いました。&BさんとINIチェックしてくださってありがとうございます。今回 CM もすごい今までにないINIの要素たっぷりで面白くなってますし、男性でも女性でもメイクする時代だと思うので、気になった方ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、今回の CM なんですけどすごくおしゃれな感じで仕上がってると思います。この商品もすごく、いい商品なのでぜひ手元に買ってみてください。お願いします。はい、今日撮影ありがとうございました。こちらの商品ですね、ビタミン C が入ってるって書いてたんですけど結構初心ビタミン C って日頃から自分も意識して使ってるんですけど、ビタミン C 使う初心者でもすごく使いやすい商品だと思うので、これ買ってみんなでビタミン C 活しましょうっていうありがとうございました。はい、みんな皆さん、今日はですねこの&Bさんの、化粧品ですごい自分に合っててすごいナチュラルなメイクで、みんなで楽しくすごいなんかおしゃれな世界観の CM を撮らせていただきました。すごい本当に楽しくて、一日すごいみんなで盛り上がれて最高な日でした。ぜひAndBさんよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、今回はAndBさん、そして川北さんにメイクしていただいて、本当に今までの何ていうんですか INI っていうか自分とはなんか一味違う、今までとは少し変わった何ていうんですかね、雰囲気が出ていると思います。INI メンバーも全員ちょっとね違う大人な雰囲気になっていると思いますので、ぜひご覧ください。ありがとうございました。はい、西ひろとです。多分メンバーの中でも結構こうメイクとかそういうケアとかに結構疎いんですけど、最近それこそチャレンジしてきてメイク注文を川北さんに相談させていただいて、ですごいいろいろこう敏感肌とかにもなんかすごいこういう見えて敏感肌なんですけどおすすめしてくださって、でこれなんか僕もちょっとこれから頑張ろうかなみたいないう気持ちにすごいなりて、僕もこれからちょっとチャレンジして使わせていただくたらなと思っているので、ぜひお試しあれ今日はありがとうございました。川北さんに朝からメイクしていただいたんですけども、このむくみやすかったりだとか赤みが出やすかったりする場所が結構あって、そういうところを相談させてもらいながらメイクしてもらったんですけど、そういうところのリカバリーとかも全部すごいAndBさんの化粧品とか川北さんの技術で全部隠れて、今日本当になんか自分のマイナスポイントっていうかそういうところが全部隠れた状態で撮影させていただけたので、すごい気持ちも明るかったですし、めちゃくちゃ楽しかったです。うわ嬉しい、本当にありがとうございました。なのでたくさんAndBさんの化粧品を使っていただいて、川北さんにも技術とかたくさん皆さん聞いてください。はい、ありがとうございました。